はい、夢です。こんにちは、どうもどうも。今日はですね、ディズニーシーのケープコットに来てます。こちらでですね、ダッフィーの、ハートウォーミングダッフィーのハートウォーミングデイズ、こちらのね、スーベニア類をですね、一気にコンプリートしようと思って今日は来ました。ただね、俺一人では絶対これ食べきれないので今日ですね、助っ人を召喚しました。はい、助っ人来て。おー、助っ人ご無沙汰してます。ご無沙汰してます。皆さんお久しぶりです。ビールです。ビールですね。ご無沙汰してます。顔が違うから。ちょうどこの、本当ね、この間ハロウィンやったからね。ハロウィンの仮装ぶりですね。ハロウィンの仮装、ちょうどほら二人でマイフレダッフィーだったんで、ちょうどこのケーブコットに帰ってきたね。帰ってきました。いやー、心強い。ちょっとね、俺一人でこれはちょっと食べきれないのでね、ちょっと大丈夫です。ぜひお願いしますわ。何でも食べますよ。オッケーオッケー。でもね、まあいいや。じゃあ好き嫌いないんだよね。いや、すき焼きが好き。すき焼きだ、すき焼きだけちょっと待って、すき焼きがダメなの。すき焼きダメ。甘いから。いや、なんかよくわかんないけど、とりあえずすき焼きがも好きじゃない。牛丼もダメ。いや、牛丼はいける。よくわからないなそう、わかった。レストランさくらでさ、はい、すき焼きのうどんとセットがあったんだけど、食レポじゃできないね。え、今日しようと思ってたやつですか。うん、今日行けたり行こうかなと思ったけど。え、でも私手伝えないんで、あれは全然大丈夫です。手伝わなくてもよければ全然大丈夫ですよ。もしかしてちょっとつまみ食いするかもしれないけど。本当にすき焼き食べ、まあケープコットはすき焼きないんで、じゃあね、安心しました。わけわけ。じゃあガバッと行きますか。はい、行きましょう。よし、じゃあ改めて、じゃあグッズの紹介も兼ねていきましょうね。はい、じゃあ行ってきます。はい、一番メインはこのスーベニアランチケース付きのこのセットね。はい、こちらが一番メインで、はい、でね、セットがね、ベーコン&ビーフパティバーガーなんだけど、はい、ね、ちょっとこれ何度か動画で言ってるんだけども、はい、ケープコットのハンバーガーはね、どうも俺相性悪くて、どれもね、美味しい食レポが今まで できた試しがないだが、唯一で、ね、チキン竜田揚げバーガーだけは俺こう好きなんで。あ、そうなんですね。でなんとね、前も動画で言ったけど、はい、このスペシャルセットはですね、バーガーチェンジできるんで。チェンジできるんですか。チェンジできるんだよ。すごい。ただね、値段変わらない。あ、なるほどね。うん、値段変わらないんだが、チェンジできるだけマシ。まあ確かにね。うん、なのでチキン竜田にチェンジしていってみます。はい、そしてこれがその1950円な。はい、で、なんとこのスーベニアドリンクカップをつけることができる。つけることができる。つけることができる。単品ではないってことですね。そうです。で、それが1200円です。1200円。はい。なので、この時点ですでに、3000円超え。うん。ぐらいかな。3200円ぐらい。ぐらい。なりますね。で、はい、そしてこれだけでは終わりません。さらに今回ですね、ハートウォーミングデイズのスーベニア、さらにトレー、お皿とカップがあります。お皿可愛いね。可愛い。ハートでね。ハートで可愛いね。はい、こちら、はい、鬼門のストロベリームース880円。そしてこれかわいいね、カップね。じゃあこれかわいい。これスープ飲める。取っ手がないのがかわいいね。スープ飲める。スープ飲める。後付けだろ絶対に。ずっと言ってる。もう見た、最近見た時から思ってた。スープ飲める。マグでええやん。いや、確かに、ね、ダメなのこれ。マグはコーヒー飲んでる。これコーヒー飲んでるから。これコーヒー用ね。コーヒー飲んでる。これコーヒー用で、うん、これスープ用ね、うん、みんなそうやってさ理由をつけて買ってくんだよねでも理由付けないとやってられない。本当だよ。これがさ、またムースなんだよ。ムースだよ。頑張るか。しゃあない。なのでさっきのランチケースのセットと締めて、うー、なんかストロベリーチーズが美味しいのか、うん、ミルクティーが美味しいのかっていう。あ、食べ比べできるね。そうあ、じゃあこうみんなも代表してね、はい、一気にじゃあ行って行きましょう。行きましょうか。はい、じゃあ行ってきます。おはようございます。お伺いいたします。はい、とスペシャルセットで、はい、スペシャルセット、ランチケース付きで、はい、スペシャルセットのハンバーガーをチキン竜田揚げバーガーに変えてください。はい、かしこまりました。ちょっとお待ちくださいね。はい、ではバーガーの変更で、はい、チキン竜田揚げバーガーに変更です、ね、はい、お願いします、はい、でのドリンクタンブラーも一緒に買いたいんですけど。あ、ドリンクタンブラーも一緒に。はい、かしこまりました。はい、でも飲み物何がよろしいですか。ホットコーヒー。ホットコーヒー。はい、かしこまりました。あと、はい、ハードウォーミングデイズの、はい、スーベニア付きの、スーベニア付きのプレートとカップ両方、プレートとカップ、これを1個ずつお願いします。はい、かしこまりました。ありがとうございます。要はこの写真のセット全部ですね。あ、全部ですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、以上でよろしいですか。以上です。はい、かしこまりました。お
会計4910円でございます。ではこちら一括払いですね。じゃあもう一度確認させていただきます。じゃあランチケース式のセットがお一つで、こちらチキンタスターゲバーガーに変更で、はい、アレルギーではないということでありがとうございます、はい、で、こちらのドリンクカップがお一つ、はい、でお飲み物はホットコーヒーで、こちらのプレートとカップのデザートが一個ずつですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、一気に大人買い、コンプリートしました。このやばい、ね、やっちまった感が半端ない。やっちまった感半端ないですね。やべえなこれかわいい、4900円やっちまったよ。すごい、これはすげえな。でねはい、では早速ですね、早速って言いますか、実はもうすでにもう食べてまして、チキンタツタは相変わらず安定定番なんで、チキンタツタはあっさり今ちょうどクリアするとこです。やっぱりチキンタツタ美味しいですね。ケープコット来たら絶対チキンタツタおすすめします。これもう最後です。ポテトはちょっと今日ビールと山分けしてます。でムースなんだけど、今向かいにビールがいて、この2つのムース、これさどうやって食べる？やっぱ分けようか。あんね、俺がストロベリーでね、どっちがミルクホワイトと思ったけど、やっぱ両方とも食べたいな。じゃあね、ちょっとずついくか。はい、先にじゃあストロベリーからいきますね。うん、先にじゃあストロベリーいきます。いってみよう。はい、はい、じゃあいただきます。じゃあまあストロベリーね、ありがとう。はい、じゃあいただきます。あのね、いや、初めの一口はうまいんだよ。ストロベリーチーズですからね。飽きるんだよ、すぐ。若干チーズの味がする。だよね、うん、ちょっとチーズケーキっぽいよね。ただほとんどストロベリーだよね、うん、で、まずくはない、まずくはないんだな。これ2人でよかったじゃないですか。本当だよ絶対俺一人で食べきれない、こんなの。正直よくある味っていうか、ね、初めて食べたみたいなガーッとテンション上がるような感じは正直なくて、なんか良くも悪くのね、うん、パークの味って感じだよね。いつものストロベリームースぶっちゃけ目当てらしい要素はないです。この紫はじゃあ何なんだろう。これ何だろうね、ブルーベリーかなんかかな。あ、ベリー系ですか、ね、ベリー系だもんね。まあ色はいいね、お皿と合ってるし、このピンクのこの感じが可愛いので、シェリーメイトステラルーみたいな。確かにこれだから初めての人とか、本当にもう年に1回ねぐらいしか来ないとか、そういう人だったら全然おすすめできるんで、もうね、ハードリピーターの人はもうまたこれかよって感じ。これ一人一個はきついな。うん、半分でちょうどいいもん、うん、ありがとう、助かった。問題はこっちですか、ね、もう一個あるんだよな。マジか。そうだよ、これホワイトちょっと見せてあげるよ。これはい、実際にはこんな感じなんですよね。大きめ、大きいね。これさ、プリンとかゼリーにしてほしいよね。全部ムースってことですよね、要は。だと思うよ。ちょっと行ってみようか。これなんだっけ、ミルクティーだっけ。ミルクティー、ミルクティームースなんかどっかでもミルクティームース食べなかったっけ。あった、ありましたよね。ちょっとじゃあ行ってきます。はい、じゃあミルクティームースね。色は確かにダッフィーだよね。色はダッフィーといえばミルクティー色なんで、いただきます。あのゴゴティーのあの感じゴゴティーがムースになった感じ。どう、まずくはないよね。まずくはない。うん、あのミルクティーの風味がすんごいきて、うん、何より色がいい、本当にダッフィーの色なので、まあ、合ってるね。すごいこの世界観に合ってるので、そこはいいです。ミルクティー好きな人はいいと思う。もう美味しいと思う、うん、いやー、やっぱね、ムース2連発はやっぱきついな。頑張ろう。甘い、甘いね、うん、頑張ります。
真ん中になんか入ってんだよ、これ。なんだろう。ベリーじゃない。ベリーだ。ベリージャムが現れました。わかるかな。はい。あ、ちょっと味が変化が出るね。お、なかなかいいんじゃない？ベリーいいね。ちょっと味に変化が出て、ね、ずっと、ね、ミルクティーだと単調なんで。でも本当ね、パークのデザートってベリーが多いので、もうちょっと一工夫欲しいな。仕入れしやすいですか？いや、これ頑張ろう、もうちょっと。リル頑張れ。お、勝ちました。最後いきます。ありがとう。いやー、なんとか完食しました。これ一人で食べるのも結構しんどいと思う。きついよね、うん、うん、なかなかね、あのボリュームありました。やっぱね、ベリー2連発はね、ちょっとやっぱり。でもさ、連発持ってるとね、しょっちゅう来れるけど、やっぱめったに来れない人は、うちのインパークで一気にやっぱりね、こう集めるしかないので。いやー、これはなかなかきつかったな。無類の甘いものつけなんですよ。うん、しんどい。しんどいよね。ブラックコーヒー絶対いる。やっぱりだよね、コーヒーブラックがいいよね。うん、はい。でもなんとか揃えました。よかったよかった。はい、ですね、なんとか4つアイテム揃えました。やったー、かわいいね。はい、皆さんも頑張ってください。リールもありがとうね。はい、こんな感じです。ありがとうね。いやー、よかった。これ2人いなかったらダメだった。絶対無理だね、これ。辛かった。ありがとう、助かりました。またねー。はい。